はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでタンパベイさんですね。はい、ネームのところは漢字ですね。タンパベイ、はい、タンパワンって書いてタンパベイ。じゃあ、クリアリー一つ開けます。4パックで5枚入りですね、合計20枚で、サインが1、レイテトルキーが各パック2ですね。合計8枚のレイテトルキー。タンパだとやっぱブレディですよね。まあベースで確実にいるところ。レギュラーが2枚。あ、キンパロのマホームズ、これはこれでありですけどね。箱で1枚ぐらいですから、キンパラ、うん、はい、トルーキー2枚、マリックいました。パープルっぽいですかね。はい、 G の、お、まだマホームズキンパラに続いて175のマホームズ、タネヒルにラッセルで、ひっくり返ってますね。これがサインですね、多分。せーの、クック、ジェームスクックですね、ビルズ。はい、何回かこのサイン見たことありますね。一瞬シャネルって思いますけどで、ザッピーとウォーカーですね。でラスト、チェイスとメトカフ。お、ダウンタウン、タンパだ、グロンコ、おー、はい、おー、タンパ引きました。一瞬グロンコおと思ったんですけど、あ、旗があると思って、はい、おー、グロンコ来ましたね。ダウンタウン、クリアーダウンタウンっていうのかな、DT、普通にダウンタウンなんですね。うん。はい。しかも、タンパ。あ、ケネスウォーカーもいました、最後。はい、ということで。いや、結構やっぱアメリカでもね、かなり高騰してますね、この製品。まあ、ちゃんとメーカーさんに確認取って、はい。この価格でやりました。かなり安価につけたでしょう。もうほとんど、はい。あともう一回ぐらい販売して、もうお尻前にしちゃおうかなと思ってます。うん。まあちょっと他店さんにも悪いんで、値段は消しちゃうんですけど。はい。で、マホームズのパラレルも出ました。2枚も出ましたね。金パラにシリアルですから。うん。まあ、ルッキーも QB 出たしね、ウォーカーも出たしという感じでした。はい、じゃあまたぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。